球深部探査船地球が就航して18年、その新たな発見と成果に今世界の注目が集まっています。地球の特徴的な機能をご紹介しましょう。船体は全長210メートル、テニスコート球面にほぼ匹敵する長さです。中央にそびえる掘削櫓は船底から130メートル、その高さは38階建ての高層マンションとほぼ同じ高さです。掘削能力は海面下1万メートルです。地球はライザー掘削システムを化学掘削として初めて採用し、大水深大深度掘削を可能にしています。船体には高精度自動定点保持システムを搭載しています。刻々と変化する海気象に対応して安定した掘削を行うことができます。複数の衛星測位データと音響測位システムを統合し、船底に6機配置したアジマススラスタと呼ばれる巨大なプロペラをコントロールしています。海底から引き上げられた地質サンプルは速やかに研究エリアに運ばれ、日本をはじめ世界中から集まった専門の研究者たちによって調査・分析が行われます。地球は最先端の掘削機能だけでなく最先端の研究機能が備えられているのです。